はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティーです。ということで、今日もやっていきましょう。ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドということで、今日は、果ての古代研究所に、久々にやってきました。お久しぶりです。ムフプラちゃん、元気してた？にっちゃーん！なんか質問ある？あ、そうだ、あのですね、実は皆さんにリクエストいただいていて、全然こう後回しにしていたことなんですけど、古代素材を持ってきてくれたら、お礼にアイテムをパワーアップしてあげちゃう。これさ、相当前からできたらしいですね。もうパート45子ぐらいのようやく、シーカーセンサーのパワーアップなら、古代ネジ3つ、リモコン爆弾なら古代シャフト3つ、ビタロックなら古代コア3つ、で、できるらしいんですよ。わかったら私の顔見つめないで、早いとこ答えあげる。もう大量にあるんで、ぜひぜひこれをですね、作っていただきたいなと思うわけですよ。古代素材をどうぞ。じゃあ古代素材をちょっと引き換えに、シーカーストーンパワーアップさせてあげちゃう。お願いします。どうパワーアップするんですかね。どうパワーアップするんですか、シーカーセンサーって。答えネジ3つ。どう変わるのあったわ。かわいいチェッキーよろしくチェッキーはい、いただきましたではでは、スーパーセンサーのパワーアップ開始しまーす誘導席ロック解除例のあれ、行ってみようポチ、カチャ、グイ、ピタ。ピタどうなんの何がどうなんの探しているものへと導く。ん？祠以外のものも探せるようになった。探しているものに近づくと反応を示す。何が探せるんですか？何が探せるんですか？やった、拡張された。ちょっとそれはまあ、後々やってみましょうか、とりあえず。へえ、そんなのがあったんですね。まあ、確かに序盤の方にやっといたらよかったなって、いろいろ考えた上で思いました。やったねー！私、ゆうとしきちゃんも頑張ったし、んふーん。あ、シーカーセンサープラス喉から目が出るほど見たい。日本語大丈夫ですか？てなわけでよかったら、シモンに見せてやって。その前に、全部お願いします。リモコン爆弾。はい。古代シャフト3つお願いします。チェッキーはいほーいただきましたではどうぞ例のあれ、行ってみようさあ、どうなった？お、二つともプラスになるんですね。強化された爆風の威力が上がり、最終用までの時間が それ欲しかったな、短くなるんだ。魔物にダメージを与えたり、物を破壊することなどができるのは変わってないですよね。短くなったもいいね。威力はまあ、さておいでですけど、それはかなり美味しいような気がしますね、個人的には。結構いろいろね、爆弾もっと使いたかったですからね。やったねー、オッケー。他にもパワーアップしたやった、あるある。あ、爆弾は興味ないんですね、あの人ね。じゃあ最後にビタロックお願いします。ビタロック、はい、お願いします。ビタロックはね、あ、チェッキーよし。さあ、多分ね、時間長くなるんじゃないですか、ビタロック自体の。じゃないんですか。強化って止めることができるようになった。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。巨大なものも動かすことができる。ん？ん？なんか、いまいちちゃんとした説明がなかったぞ。まあでも、いいや、とりあえずこれで3つプラスになりましたね。これを早めのタイミングでやっておくと、皆さんいいので、早めにやっておいてください。もう全部パワーアップしちゃった？そのシーカーストーンとあんたの剣術も怖いもんなしだよね。そう、たとえ薬剤ガノンでも、爆弾使ったっけな、薬剤ガノンで。まあいいや。こんにちは。どうも。見せましたよ。ついに手に入れましたね。これね、すごく便利なんですよ。文献によれば、打ち入れで取ったものを探知できる。ほう。私から説明するのもなんなんで、習うより慣れろ。はい。じゃあそうですね。まず研究所の裏にポカポカ崖を写し絵で撮ってきてもらえませんか？ミニチャレンジあるんすか？いいっすけど。研究所の裏にポカポカ崖なんてありましたっけ？ポカポカ崖ありましたっけ？あ、あったこんなとこにポカポカ崖あるのか。ポカポカ崖撮ってきた。はい。取りました。こんなもの取ってどうするんですかね。キノコを取るとか意味深ですよね。で、とりあえず、入って、ありましたよ。はい。こんにちは。はい、取ってきました。はい、それでは確認オーバー、どうぞ。二
普通にありましたね。あんなとこにキノコが生やしちゃってて。無事、ポカポカだけ撮影したようですね。ありがとうございました。じゃあ次にハイラル図鑑を開いて、ポカポカだけの写しを登録してみてください。そしたらなんと、シーカーセンサープラスがポカポカだけを探知してくれます。シーカーセンサープラスの使い方をまとめた本を私の机に置いておきますので、後ほど読んでいただけると。ポカポカだけ撮影したついでにと言っちゃなんですが、そのポカポカだけを3つ私のところまで持ってきてもらえませんか。すぐ来たの、エキスパの森に入ってるはず。いや、持ってますよ、多分3つぐらいだったら。うん。持ってますよ。持ってますよね。じゃ、これお礼に。あ、マクストリー、いいものくれるじゃん。やったー。どうでしたか？まだ試してないです。探すものを試練の方からに戻したかったらマップで開いてシーサーで。はいはいはい。へぇー、いろいろそうやって探せるんですね。へぇー、じゃあさ、ちょっと待って、開いてみましょう。どれだっけ？で、シーカーセンサーで図鑑から選ぶで、あ、で、これでいろいろ探すことができるんですね。ってことはさ、じゃあさ、武器とか探したかったら武器もこう、選択できるわけですよね。あれですよね。宝箱とか、あるんで、宝箱とか、設定しとけば、さ、宝箱感知してくれたりするんじゃないですか？ね。どこに宝箱があるのかよくわかんないですけど。ああ落ちちゃった。あ、じゃあちょっと別のところにも行きたいと思いまーす。はい、ということで、もう一箇所、アッカレ古代研究所にやってきました。で、こちらでもですね、いろいろパワーアップできるアイテムが買えるみたいなので、買いたいと思います。こいつですよね。いらっしゃいませ、我。さあ、素材にするものとルピーを入れてください。入れます。ということで、ここで古代兵装の、まあ、武器とか防具とかがいっぱいゲットできますよねっていう話は前回しましたが、まあ、今回はこれをゲットしてしまおうかなと。で、どっちがいいかなと思ったんですよ。結構武器もさ、防具も魅力的じゃないですか。でもまあ、とりあえずは先に防具から買っちゃおうかなと。防具はだってもうなくならないですからね。という感じで、全部買えるかな。あ、全然いけそうですね。古代の歯車がちょっと足りないかなと思ったんですけど、お金もね、しっかり貯めてきたんで、行きましょう。古代兵装の兜に変換するんやな。あ、関西弁なんですか？お願いします。変換中、ブリブリブー。変換中、ブリブリブー。でけたでー。次行こけー。そんなあっさりできたもん、できちゃっていいですか？上鎧、上鎧でお願いします。変換中、ブリブリブー。変換中、ブリブリブー。でけたでー。次行こけー。じゃあラスト行きましょうか。下鎧。怒らないでね、関西の人ね。変換中、ブリブリブー。変換中、ブリブリブー。でけたでー。次行こかー。できました。以上です。あー、ちょうどあと50ルピーぐらいあればね、武器1個作れたんですけどね。まあ、毎度あり、大きいに、ということで、じゃあこんな感じで、ね、古代、まあ、要は、ガーディアンとかから、受けるダメージを軽減することができるらしいんで、じゃあ早速、装備して、あ、なんかいいですね。結構さ、昔のさ、こう、本当に昔のこう、日本のさ、鎧みたいな感じしますね。なんかこう、戦国時代、室町時代とかその辺なイメージなんですけど、なんかこういう雰囲気の。全然にわか知識で申し訳ないですけどね。あんまり歴史詳しくないんで。じゃあせっかくなんで、目の前に、うわ、かっけえじゃん、意外と！え、めっちゃかっこいいんだけど、なんかあれですね、ゼルデンっていう感じしないですね。なるほど。じゃあせっかくなんで、目の前に確かガーディアン一匹いたと思うんで、そいつボコリに行きましょう。ボコリに行きましょう。イエーイ、遊びに来たやでー。ちょっとダメージの量も見たいんで、普通に攻撃食らいますね。あ、確かに、あれ ?3 分の2ぐらいになってます？防御上げてないですけど。防御全然上げてないですけど。あ、やば、燃えてる。3分の2ぐらいになってる気がするんですけど。ダメージ量が。へぇー。あ、でも確かに、ちょっと有用かもしれないですね。まあ、実際にこう、もっとちゃんと動けるガーディアンとかと戦ってみたらまた変わるかもしれないですけどね。はい。いや、いい装備ゲットしましたね。これ後でまた、大妖精の泉で。あ、今、強化しに行きます？せっかくだし。行きますか。剣山まだ来たんじゃの？服を見せてくれ。強くしてくれ。よろしく頼むぞ。ここですか。あ、普通に古代のあれなんですね。古代素材でいけるんですね。あ、じゃあガツガツちょっと最高ランクまで上げちゃいましょう。さ、3段階目アップ。さ、他、あ、ちょっと待って、巨大なコアなんじゃない？もしかして。あ、もう1段階いきます。何これ？え？星のかけら？星のかけら？え？初めて聞いたぞ、星のかけらって。え、そんなアイテムあるの？なんか、やってない要素、まあ、いくつかあるんですけど、あの辺なのかな？
OK かな？ OK、退場。よし。相当ね、育てましたね。かなり育ちましたよ。いろいろ、その、もちろんこう、よいしょ。この辺のね、古代兵装系もそうなんですけど、蛮族系もそういえば全部揃ってたんで、蛮族系も一気に上げつつ、まあ、クライム系も上げつつみたいな、そんな感じでしたね。はい。なんか、これ、ダブってるんですけど。それだけか、ちょっと妙なんですけど。オッケー。じゃあ、まあ、とりあえずは今日はこんな感じなのかな。よし、じゃあ、そしたらですね、ちょっとつい最近また開けられた、祠回っていきたいかなというふうに思いまーす。さあ、やっていきましょう。一発目、タムールの祠。ここは割と、なんか、ちゃんと探せば、すぐ見つかったんですけどっていう場所でしたね。なんか、ここの馬宿の人がヒントくれて、え、そんなとこに心あるんだって探しに行ったら普通にありました。行きましょう！なんかピコンって言った。火を伝えて。ちなみに、この祠、記念すべき、100個目の祠ですね。あ、なるほど。ほんで、近づいていくとピコンピコン言うんですね。なるほど。切りましょうか、うざいんで。よし。じゃ、とりあえずは進んでいきますよ。火を伝えていくわけで、あ、行き止まり？お？お？何するんだろう？ん？何するんですか？これどっかしらに、あるんだな、きっと。あ、じゃあせっかくだったらさ、ボム使おうぜ。ボム初登場プラスになって。威力上がったんでしょ？あ、やっぱそこですよね、多分。なんかそこら辺にありそうだな、みたいな雰囲気も漂ってた。こっちとか宝箱隠れてない？隠れてはないっぽいので、じゃあそのまんま投げていきますか。火なんか伝えなくてもね、開きますから。で、とりあえず、ビタれない。あ、でもまあこれは普通にあれですか。爆弾使えば、いいんじゃないですか。で、壊して、開けて、あ、あそこにも宝箱ありますね。鍵を取ったらそこに行くみたいな。オパール、そう、ちょっと今ね、結構お金貯める上で、ちょっと消費しちゃったんで、ありがたいですね。ここも壊していいの？あ、なんか入ったよ。なんか入ったんだが、なんか中に入っちゃって、バレバレなんだが。あ、岩砕き、ありがてえ。岩砕き1個欲しかった。ありがとう。ちょうど岩砕き。ちなみにね、岩砕きでも、この木箱壊せるんですけど、やっぱもったいないじゃないですか。なので、岩砕きを使います。うぃー、リカバリー王子ですね。んで、このまま先へ進んでいく。あれ終わり？え？鍵は？ん？これ？違う。え、でも多分これ火伝えるんだと思うんですよ。火伝えると、あ、これはちょっと待って、火じゃないといけないかもしんない。やらかしたか？これは。あ、これやらかしたか？あ、これやらかしたか？俺。あ、これちょっとやらかしたんじゃない？横着が裏目に出たパターン。おや？あ、いった。あ、よしよかったよかったよかった。で、で、これで、鍵が、取れて、あ、なんか、ゼルダにしちゃう。違う、上だ。よし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 。ゼルダにしちゃ珍しいですね。なんかこういうパターンってね。あんまりなんか、ない、よく、まあ、謎解きだとね、よくあるパターンでもありますけど、なんかすごい珍しい気がしますね。で、ここ開いたんで、宝箱も開けて、で、かっけえなリンク、ルビーゲットして、で、最終的に多分これで宝箱全部割ったと思うので、終わりかな？オッケー！ここら100個クリアです、これで。100個目です。なので、残りあと20個ですか。6分の5終わりましたね。いや、こんだけ祠やってたんで、だいぶ、祠だけはペース早めなんですけど。よし、あと20個頑張りましょう。HP。さあ、続いては、塩田の祠ですね。ここちょっと裏でやってたんですけど、面白かったんでやってもいいかなって感じでしたけど、この辺に結構風がいっぱい吹いていて、まあ、岩を壊しながら風を誘導して、風に乗ったまんまあの台座に乗っかるとクリアみたいな、そんな感じの、ちょっとアクション性が高い、いい感じの祠でした。行ってみましょう。あ。祝福でしたね。こってなんで、こ。祝福。何がもらえるんでしょうか？あ！買いの体験もらいましょう。よし！ということで、ここクリアですね。いや、ちょっともう、剣のラインナップがめちゃめちゃ良すぎて、ちょっと悩んじゃったんですけど。まあ、いい感じに増えてきましたね。あとね、コログの実、あと50個集めると、ラストスロットが増えるんですよ。50ってやばい。さあ、
ターノアの祠も開いております。ここはですね、寒いですか？ラネール山のふもとら辺ですね。なんかラネール山はね、ラネール山でね、イベントがありそうなので、ちょっとこれは、あと別パートで、また今度やろうかなというふうに思います。行きましょう。あ、なんかもう祝福ばっかになってきたね。やっぱ、あれなんですかね。あの、祠チャレンジやると、それだけでもうチャレンジみたいなもんなんで、祠の中は何にもないみたいな。クライムシューズゲットしていく。あ、これでクライム系全部揃いましたよね。お、やった。蛮族系もクライム系も古代系も全部揃った。いや、ありがたいですね。あ、そういえばあれですね。なんかスノーブーツはもらったけど、サンドブーツもらってないですね。言われてみれば。なんかもうすげえ、記憶の遠い昔に、そんな話してる人が昔いたな、みたいな、そんな話になってしまったけど。まあ言うてそれだけね、ゼルデンの実況やってるってことですね。でも言うて発売からまだ1ヶ月半ですからね。すごいですよね。さあ、どんどん行きますよ。マ・カヤの祠ですね。ここは、どんな祠でしたっけ？あ、はい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 。この辺に、なんか欠片が3つ落ちてて、ここら辺だったかなに3つ落ちてるんで、それを集めて、あの人に、あそこに人いるじゃないですか、真ん中に。あの人に話しかけるっていう、それだけです。はい。行きまーす。お、来た来た来た。求めるは瞬発力。任しとけ。モッティの得意分野でもありますから。こういうことで、ちょっととりあえず乗っちゃったんですけど、向こうも向こうでなんか動いてますね。ちょ、落ちちゃった。あん？どういうこと？お？お？あ、ちょっと待って、落ちちゃった。ああ、そういうことか。あ、そういうことね。はいはいはい。相変われ。わかった。はい。で、こうやって、こうですか？ですよね、多分。これが多分一番。で、置いた、ちょっと不安なんで、一回ここ真ん中に置き直し、これでまあ一個目いいかな。ちょっと矢がもったいないですけど、まあいいでしょう。あれぐらいだったら別にって感じで。で、この宝箱の中身は、鍵かなんかかな？あ、ドゥルルルルルルルーンなの？そうなの。あ、両手剣。あ、両手剣52。どうしようかな。よし。さあ、もう片方も行きましょう。もう片方は、あ、もうすでに行っちゃったんで、あれなんですけど、置いてしゃがんで持って右で、あ、こっちの方がちょっと簡単かもしれないですね。置いて、で、ここ置いて、で、俺が前に出て、俺はしゃがんでればいいの？しゃがんでればいい？しゃがんでればいい？しゃがんでいきますね、いきますね。で、はい。危ない。ボタンを微妙に間違える。はい、オッケー。で、手前の宝箱が開いて、で、ここが多分鍵で、こっち側とかに宝箱隠れてない？隠れてないね。隠れてないので、じゃあそのまんま行きましょうか。よし。はい。で、ここ。なんか全然、鍵、余裕の酔っちゃうんですね。なんか。おやーって感じですけど、こんなんでクリアできちゃって、いいんですかねみたいな。大丈夫ですね。多分他多分取り逃しないと思うので、このまま、クリアとはー。よーし、103個目かな。これ103個目かなと思います。いやー、頑張って、祠開けていかないとですね。結構ね、なかなか難しいチャレンジが残ってきてるんで、ちょっとそこら辺も動画にしていきます。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今期のアニメは、笑うセールスマンニューっていうのを見てます。私、モグロ副僧です。あなたの心をお埋めいたします。見てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。